突然ですが皆さん、こんな経験はございませんでしょうか。せっかく納車したばかりの、輝かしいマフラーなのにカバー、ビニールのカバーを溶かしてしまった、もしくはビニール製のズボンを履いていてマフラーを思わず触ってしまった、その結果ですね、私もご多分に漏れず、久しぶりにね、ヒートガードなしの、サイレンサーをつけていたことをすっかり忘れてまして、やってしまいましたね。くっきりとね、ちょっと跡が残ってしまったんですよ。でこれね、ちょっと諦めないでね、この金沢市、ちょっと洗剤ついてるんですけど、これでちょっとね落としていきたいと思います。ちょっと水つけてね、綺麗になってきたの。綺麗になりました。スチールウール最強です。これでも多分ね、塗装のやつにはやると塗装が削れちゃうんで、塗装の金属のね、これチタンとか強いスチールより強いものじゃないとちょっと傷つけてしまうと思う。それはちょっと注意が必要ですね。はい、以上です。ついに来ました。チューンアップパーツではありませんが、取り付けていきたいと思います。まずねエンジンプラグいきたいと思いますけど、19のねソケットレンチ、変える時に使うやつ。
タイミングサービスホールか。ついてるんで、オーリング、はい、はめました。これが一番かっこいいかも。マシ締めしていきますね。サブで持ってたんですけど、ちょっと試してみようと思います。すごい便利ですね、このラムグリップは。操作一つでね、ぐにゃぐにゃ動くんで、すごく使い勝手がいいです。で、まあそれのねアタッチメントでちょっとカメラもつけられるんで、まあ普段はね、ヘルメットマウントとか、バックパックのマウントだとか、ちょっといろいろ試してみてるんですけど、こんな動画もねちょっと撮れると面白いなと思ったんで、自撮りですね。まあ日常ね生活してて、僕自撮りなんていうのはねあんまりやったことはなくて、まあね、褒められた顔面してるわけじゃないんでね、自撮りしてもっていう感じで。でもこのフルフェイスだからね、ちょっと匿名性が保たれるんで、ちょっと面白い、こんな映像も面白いかなと思ってやってみました。ただね、やっぱこれ前の画面もちょっと見たいっすよね、どうしても。2カメ体制じゃないとちょっと辛いところあるかな、やっぱり。なんか安いね、一番安いやつ、アクションカメラの、まあ、対応した方がいいと思うんで、そのソニーのねアクションカメラの一番安いやつを増設するのもちょっとありかななんていうことも考えたりして、まあ俗に言うこれも沼ですね、本当に。沼が多くて困ります。まあでもね、ラムマウント、ラムグリップですね、すごい操作が楽なんで、信号待ちの時でもね、多分こんな感じでこうやっちゃえば、こんな感じでね、ちょっと今間違って録画ボタン押しちゃったんで、カットしたみたいな感じになっちゃいましたけど、
ものの5秒ぐらいでできるんで、方向変えるのが、まあハンドルマウントみたいな感じにはなっちゃいますけどね。そうですね、まあこのカットを入れながらやれば1カメでも、そっか、続きの動画は撮れるのかな。まあ動画の編集次第ですね。これはこれでちょっとね、視点が変えられて面白いかもしれない。ちょっとこれ新しいスタイル開発できそうですね。自分の中でモトブログの視点変更に関してですけど、ついちゃうけど、ちょっとしたコクピットマウント的なこともできますね。これラムマウント真ん中につけたら、ラムグリップか、あの真ん中につけたらちょっとこれ面白そうだな、本当に。1カメだけでもなんかいろいろ工夫できそうな気がしてきました。気軽にね、これ位置を変えられるっていうのが本当にいいですね。いや、これはあの 名作、名品だと思います。非常に名品ですね。ちょうどでもこれメーター映ってるからあれか、よいしょ。ロー RPM アシストね、あのちょっとこの前撮れてなかったんで、せっかくちょっとこれメーターが今ちょうど見えてるところなんで、試してみたいと思いますね。この状態がロー RPM アシストが入ってる状態ですね。クラッチ切るとね、だいたい1000回転ぐらいがアイドリングなんですけど、半クラにしてアシストが入ると250から300ぐらいですかの回転数をね保ってくれるんですよ。プラス、1250から1300回転ぐらいですかね。こうクラッチがつながってる状態の時ですね。でこれを3速で使うとですね、20キロ前後で固定されるんで、クラッチ離してる状態でですね、はい、これですね、1250回転ぐらいで22キロ、でこれ4速に上げると、4速だとね25キロ、これなんか簡易オートクルーズだな。ちょっとね試してみようかな、いろいろ。車がすいたら、まあ一速だとね、だいたい13キロぐらい、このロー RPM アシストのね、発信、ちょっとこの前全然メーターが映ってなかったんで、ちょっとやってみたいと思いますけど、あの半クラに入れるとね、こう今ちょっと回転数上がったの分かりますかね。
ここですね。これアクセル何もしてないんですよ。でそのまま動き出すんですね。このちょっと回転数が上がった状態でもうパッてつないであげれば、これはマルチエンジンに相性はすごくいいですよね。低速が細りがちなマルチエンジンには本当最適な機構だと思います、まあ、僕も気づくまではね全然活用できてなかったんですけど、気づいてからはすごい使えるようになりました。結構信号待ちのね度に向き変えながらとかってやれば編集時代ではちょっと面白い動画撮れそうですね。これはいろいろちょっと試してみます。これはいいかも。もう一本欲しいなこのラムマウントは。これはいいわ。たった1000円ですよ。1000円のマウント、ラバーマウントのベースでこんなに幅が広がるなんて。高いっすね本当に。必須になってくるのがね、ちょっとやっぱシートバッグ欲しいっすね。シートバッグとタンクバッグどっちか、ちょっとそれは最低限ないと予備のバッテリーとかね、まあそのマウントのベースとかそういったのも入れておく、ちっちゃいバッグがあるんですけど、それも一応リュックに入れてるんで、今なかなかねパンパンなんですよ。肩が痛いんで、いち早くそれはね、体の負担になりかねないんで、ちょっとね、まあ、いつもね動画の締めが夜になりがちが多いんで、たまにはねちょっと日中に終わってもいいかなと思って、たまたま日中撮ってますんで、よいしょ。でもなんかこう仕事の途中で撮れるっていうのはなかなかやっぱいいですね。撮れる環境をちょっと整えていけば撮影も順調に進むというか、ですね。まあ、今後そういった感じでね、マウント方法とかね、いろいろ試行錯誤しながらですね、考えていきたいなと。で、あとツーリングなんかもね、積極的にちょっと行きたいんで、冬でも電熱を装備しながらやっていきたいと思います。じゃあ、まあ、まあそんなところで、今日は終わりにします。また動画で会いましょう。ありがとうございました。